はいどうもサクスタイルでございます。今日も元気に IW の動画を撮っていきたいと思います。ということで KBAR 使って、まあもうすぐ WW2 がね、ベータ版が来るっていうことで、見てください、ボタン配置デフォルト反転デフォルト持ちってやつですか、デフォルト配置ってやつですか、これにしてやっていきたいと思うんですけど、いやさっきやったんですよ。でジャンプ、まあもちろんブースト縛っていきたいと思うんですけど、まあ月並みなね企画であれなんですけど、逆にバレないっていうね、逆じゃあジャンプがさやべってどうすんの、ねえサクスタイルどうすんの、どうすんのよ。待ってやった味方やるじゃんいやマジでこれねあのサクスタイルがねスティックと移動だからさ、こうデフォルトに戻した時にさ、ちょっと待って、デフォルトに戻した時にね、スティック押し込んじゃってめっちゃ、え、なんでよ、めっちゃパンチしちゃうのかなっていうね疑惑もあるんだけど、そうじゃなくてもね、これめちゃくちゃ難しいからね、これ。いやマジでこれマジ難しいから、これやべえぞみんな。いやマジで誰でも雑魚になれっから誰でも雑魚になれる方法、ボタン配置変えるボタン配置デフォルトに戻すっていう、誰でもじゃねえな、変えてるやつだけだな、デフォルトじゃなかったやつだけがすぐに雑魚になれる。あーもうこういうところもさ、クリアリングもさやべえって、次回作一気に不安になってきた。次回作ジャンパーバンパーなかったら、あの PS4 の設定で変えとかないと、常にこうやってジャンプしようと思ってギュンっつって相手に右肘の裏を右肘の裏ってなんだ合ってんのかその表現、右肘を見せつける羽目になっちまうんだけど、味方大丈夫か、なんでだよ、嘘だろね、タイミングの問題点もすごいし、こんなことをやろうとしている最中敵には 2.3 ぐらいのちょっと強めのやついるし、もう全くもって遺憾である。仲いないか、やべえ、だってもうエイムがやべえもん、これやべえな、ダメだ。いるじゃん、ほらね透明かよくっそいや待って、やべえんだけど、これ本当にさ、味方に迷惑かけるレベルでやべえ、あぶね、あぶね、あぶね、やめてください、やめてください、ちょっと待って、やべえ、こんな使い方するなんて思わなかった、やめて待って、いやもう本当にみんなにやってほしい、これマジでできねえから、そうそっちを見てくれ、え、バカ、やったんだよな、あちょっとブースト使ったね今ね、不正だね不正行為だね、危ない、ちょっともうさ、これさゴリゴリ行ってみる、後ろちょっとブースト使ったね染みついてるね、ねえもうなんでよ、シーカー顔面に貼られたんだけどクソが、なんでよ、クソムカつくちょっと待って、クソほど難しいよ、ちょっと
じゃあもちろんブーストが使えないからちょっと使っちゃったけど、ブーストが使えないからこっちから行くしかないんですよね。え？何事ですか？背中取ったじゃん、背中。いやおかしいわ。いや今のはおかしいでしょ。背中取ったって、背中を取ったんだっつーのバカ。なんで相手がずっとサークスタイルの背中見てる構図になってんだ。さあまあこんな状態でもサークスタイルは詰めることをやめられ、絶対 C か。なんだ、なんなんだあいつは、なんなんだあいつは。くっそ、やーべえ、マジ初心者の気持ち。俺は初心者なん、あぶんねー、初心者なんだよサクスタイル、あんたは初心者なんだ、わかったか。いやいるじゃねえかバカ、どんだけ、どんだけだよ、どんだけだよ。さあ、いやなんで、なんでよ下か。いやでもなんかちょっと様になってきた感じがあるんじゃないか。なあやべえけどな。相変わらず来いよバカ。よし、あぶねー、そう、音聞け、サックスタイル音を聞くんだよ。で、あ、絶対嘘だわ、味方の音だわ、味方やべえ、ここやべえよ、絶対やべえよ、こんなガバガバのとこ、こんな、何よ何よ。いやこの野郎。待ってやっからな、こんなサックスタイル見たことないだろう。いやでも来ねえんだよそういうとこには。あ、無理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 、味方後ろいるよ、ナイスナイス。もうやだ。いやもうほんとみんなマジでやってみみたいな、これスティックと移動だった人じゃなきゃダメかもしんないけど、いやマジでクソ雑魚に一瞬で慣れっから。ということで、こんな動画でごめんね、うるさかったかも、叫びすぎて、今回の動画のお相手はサクスタイルでした、よろしくどうぞ次も見てね、バイバイ。クソむずっ。